そう、めっちゃ止まりますよね。確かに止めやすいですね。めっちゃ今まで食べちゃう、もう戻っていく感じですね。おい、おお、僕欲しい。皆さんこんにちは。こんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチとはじめです。はい、どうもよろしくお願いします。第13弾、コラボで13弾なんですけども、はい、今日はですね、今日はストップ、ストップ、ストップレシーブ。おー、はい。しかもフォアストップとバックストップ、はい、まあ、一番やっぱレシーブでこうストップをすごく繊細で難しいので、そうですね、難しいです。でもストップがうまく決まると大体皆さん試合で勝てると思うんですよね。そうですね。もう相手に先手を取らせますよね。そうなんです。相手の攻撃を防ぐという意味ではストップ、はい、まあ、生命線なので、今日はちょっとしっかりストップができるポイントをやっていこうと思います、はい、じゃあまずですね、今日はちょっと分かりやすい右で、はい、感覚がない右でやってもらいます。はい、で、とりあえずストップ見ます。ストップ、さあ、さあ、じゃあ、フォア前に、なるほどなるほど、このバックは、はい、あー、オッケーです、はい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 、さらっと、はい、ということで、一つ目なんですけど、まずストップに大事なのは、はい、あのラケットの角度の入り方、入り方、これがまず一番、まず最初に重要です、はい。で、おすすめは45度っていう角度が一番ストップが低く安定するっていうことが分かってます、うんうんうん、45度、はい、この角度です。ちょうど斜めってことですね。で、バック側も45度、バック側も45度、はい、だからシンプルに皆さん覚えてください。45度の角度でやると手堅くストップが低く止まってくれるということですね、うんうん、まあ、要するにあの相手のサーブがナックルだったり切れてたりとかよくあるじゃないですか、うんうんうん、その時面を開けたりとかこうやってやるんで結構調整、うん、回転読めないと難しいんですけど、そうです、はい、45度だと比較的こうずっとなんとかなる、うんうん、45度で、そう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 、良くないですか、結構、そう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 、ほうほうほう、安定しますよね、結構45度ちょうど、はい、はい、でもいいですよ、はい、お、うん、いいですね、はい、お、いいですね、あの面ちょっと開けすぎてもらっていいですか、はい、45より上にする、はい、そうですにしてもらっていいですか、そうすると、はい、まあ、上がっちゃいますね。ちょっと角度はですね、やっぱついついストップでちょっと面開けがちになるんですけども、はい、このトップ選手がこうやっちゃってるから、その面結構開けてるんで、はい、それを真似しちゃうんですけど、はい、やっぱあの人たちは結構切る角が相当ある、うんうん、スイング相当速いので、浮いてて、うん、こうでもめっちゃ切れて低く止まるんですけど、うんうん、私たち45ぐらいが一番低く抑えやすいです。スイングがゆっくりでも止まるんですよ。はい、なので、いい、OK です。45度、はい、これは超基本です。はい、で、今度2つ目は打点なんですけど、はい、打点、ストップで大事、もう生命線、ストップの生命線、はい、それはバウンド直後を必ず捉えてください。直後、もう自分のコートでバウンドした瞬間にストップ捉える、はい、まだ始めたらちょっとゆっくりだったんで、はい、もうちょっともうちょっと早くいきましょう、はい、バウンドした直後を捉えられる、あー、出てた、そう、ほうほうほう、お、さっきちょっと短く、めっちゃ止まりました。ちょっと悪い例やってもらっていいですか、悪い例、あのちょっと引き付け系、引き付けストップ系、はい、そうするとやっぱ勢い結構こう、そうですね、ボワッとなりやすいですよね、打たれちゃいますよね、このストップボワッと、これじゃ打たれちゃいますよね、勢いが出るの、はい、バウンドしてすぐを捉える、そう、おわー、おー、いい、で、しかも相手に時間を与えないですよ、うん、早いんで、タイリズムが、なので相手がストップされたら急にもう突っつくしかできなくなっちゃう、うんうん、今度バック側もバウンド中国を意識してください、バウンドしてすぐ取れる、これだ、はい、そうそうそう、うんうん、そしたらなんとかなるんですよね、うんうん、ちょっとこう皆さんストップするときってちょっと置きに行っちゃったりはするんですけど、うんうん、とかこう早いタイミングって結構怖いんですけど、もう勇気を持ってやってもらいたい、うんうん、そう、勇気を持ってやることによって安定感もすぐあるんです、そう、お、リズムはタタンっていうリズムです、はい、タンタンっていう感じだとボワーンっていって相手にドーン、これ負けパターンのストップです、はい、ですけどパタンっていうリズムを意識して、はい、バウンドしてる、そう、そうするとナチュラルにあと切れるんですよ、うんうんうん、今みたいに切れましたよね、はじめちゃんの右のストップが、右でバックストップがすごく切れたんですけども、バウンド直後を捉えると、うん、勝手にラケットを迎えに行くので、うんうんうん、じゃあそのボールに対してこう迎えに行くような感じになるので、はい、スピンが生まれるんですよ、うんうん、あ、そんでこうガッてやってないじゃないですか、やってないじゃないですか、バウンド直後を意識するだけで、はい、強いバックスピンが生まれるので、うんうん、一石二鳥なんですよね、うんうんうん、なのでバウンド直後は回転量も増えるし、はい、安定もするし、相手に時間を与えない、あ、最高、うんうん、だからストップは
もう生命線なんですよ、このバウンドチョコっていうのは、はい、なので皆さんこれをやってください、はい、よかったです、すごい綺麗でした、はい、3つ目なんですけど、今度は足の使い方、足の使い方ストップで大事なのは、皆さん結構この腕の方で意識されがちなんですけど、うん、実は大事なのはいかにその場まで右足の一歩を早くこう運べるかなんですね、うんうんうん、ストップでこうサーブが来てストップレシーブするときに右足をまずこう出すんですよ、はい、あのフォアストップの時も右足の一歩を出してからストップで、バックバイン来た時も右足の一歩を出してからストップ、うん、これ左足じゃダメなんですよね、うん、結構指導者の方で右はフォアは右足でバックに来た時は左足を出しないって結構いいんですけど、はい、実際こうやってやられる方もいるんですが、はい、やっぱりストップの反応がすごく遅いです、うんうんうん、なぜかというと足で迷うから、どっちだったそうかもうまずこうバックに来てからこうやって買い出すので、うんうん、やっぱどうしても遅れるんですよね、ストップで、うんうん、でも右足で統一してもらった方が断然早く、うんうん、パパパパパって動けるので、ね、うん、サーブが曲がってきたら終わっちゃうんですよね、うんうん、横回転で曲がってきた時に右か左かって悩んでるともう終わってしまいますので、うんうん、右足で全部統一してください、はい、で右足で一歩が大きく踏み込んでそのままでこう近づくことができれば肘がキープできるんですよ、うんうんうん、ストップで大事なのはですね、なんていうんですかね、この右足を一歩出してそのままで動いて、そうするとストップ、これ肘が折れた状態でストップすることがこういう状態です。私もこうしよう、はい、そうそうそう、その状態でやるとストップが低くてこうやって切れる状態を生みます、はい、だからこうだとダメですよね、うんうん、右足が出なくてこうやって置いてフォア前に短いサーブ来てビーって伸ばす、これ肘伸びてます、はい、この状態だとワーンってなっちゃう、うんうんうん、じゃあちょっとやってみますか、肘が折れることと右足を一歩出すこと、はい、これが大事です、はい、じゃあちょっと割り入れやってみましょうか、はい、これでいきましょう、と足を使わないで手だけで、はい、はい、もうできた、さすがに、でも本当にあんな感じなんですよねいやでもあんなっちゃうんですよね、はい、でも中学生の子たちでもああいう感じになりやすいですけど、まあ、足本当に足いかないでこうちょっとしか出さない、はい、もう本当はちょびっとしか出さないと遠いので、うんうんうん、L 字にならなくなってるので、はい、しっかりここ、じゃあ、はい、今度は足出して足出してくださいね、そう、紐で切れてる、うんうん、いいですね、なんでこう肘をですね、おいおーもう欲しい試合を左で出したい、簡単にですね、感覚がなくても、はい、今みたいな感じで足を素早く運んでもらって肘をこう折ってもらう状態をキープできれば、こっから先で切れるんですよね、前腕で、うん、前腕でストップが切れるので、はい、自然と、はい、伸びないように、なるほど、で動いて、そう、うわー、そのままで動いて、うまい、いい、いい、いい、今のはいい、はい、ナイスですね、はい、今度は足出して、足出してくださいね、そう、紐で切れてる、うん、いいですね、うわー、おー次はですね、今度はストップの精度を高める、はい、精度高めるもので、はい、ストップってやっぱ相手のサーブの回転の影響をやっぱ受けやすいものなんですけれども、うん、やっぱ相手のサーブが切れてたり、うんうん、切れてなかったり、うん、横回転が強かったりして、うん、でそれでうわーって困る、はい、でそういった時に必殺の角度があるんですよね、うん、でフォア側では皆さん今45度の角度で正面で捉えてるんですけども、これを10度内側に巻いてください、ちょっと内側にこういう感じ、そう、ちょっと内側に巻く、この状態でストップをすると、はい、回転の方向のこう横からずらしたような感じで捉えることができますので、はい、回転の影響が小さくなります、うんうん、非常に小さくなります、でトップ選手のストップのやり方はこのやり方、あ、確かに結構ちょっと横入れてる、正確に言うとトップ選手のストップって真下じゃないんですよ、うんうん、横下回転なんですよ、うん、中国の選手は特に、そうですね、全部一緒で横を捉える全然飛ばないです、うんうん、なのでストップがめっちゃ止まる、うんうん、ので相手が合わせるしかできない、はい、でそれ次4球目ドンとできるっていう感じです、だから回転の影響も受けないし止まれるっていう、はい、ちょっとフォア側やってもらっていいですか、まずフォア、はい、ちょっと巻く、ちょっと10度巻いていただいて、そうするとそうめっちゃ止まりますよね、確かに止めやすいですね、めっちゃ今までで多分じゃもう戻っていく感じですね、ボールにぶつかりづらいですよ、めちゃくちゃ止まることないですか、かどったかどった本当に止まらないですよね、はい、そうおー、よくない、めっちゃビタ止めのストップ、さっきより全然違う、しかも巻くことでかかるんだよ、はい、うんうんうん、なんかすれやすくなりますよね、うん、さっきの
バウンド直後っていうその生命線をキープしてもらって、はい、ちょっと巻くことによって迎えに行く力が強くなって、自然とこうボールをこう迎えに行く力で、こうやべ、迎えに行く力でこうスピンがこうやって生まれるんですよね、うん、こういうリズムで、はい、こうやって速いテンポで切る、こういう感じで、はい、はい、だから意識しなくても切れちゃうんですよね、はい、でサーブが例えばこう分からない、こうなんか、なんかこんなに来ても、うわっ、おー、やっかい、これぐらい、まあ、これぐらい出せれば、はい、そうです、影響がやっぱ小さいんですよね、はい、OK です。次ラストなんですけど、はい、もう今ストップ皆さん見ているのとおり、はじめさんのストップ超切れて止まって、うん、影響も受けない、もう最強じゃんっていうストップ状態になっちゃいました、うん、はい、でもうここから何をアップすればいいかっていうことなんですけど、はい、ですね、実践で、の意識で大事なのはですね、サーブ、間のサーブが来て短いサーブ来てストップしようって思った時に、待ち通り来た時はバウンド直後を捉えてください、はい、今のままバウンド直後必ずセクストップの生命線、うん、バウンドシステムで逆疲れた時ありますね。ストップってやっぱ逆疲れるんですよ、はい、その特にフォア前がこう待ってて、こう、あ、これめっちゃ多いですよね、ありますね、こういってこういってたらもし、はい、ずっとこっちになんか来てて、パッと短くフォア前された時って絶対、はい、あもういいから右足出しても遅いみたいな時あるんですよ。でそういった時にですね、バウンド直後を捉えようとすると本当にちょっと急がない、待ってないとできないので、はい、相手 のなので基本バウンド直後をベースで、で遅れた時はめっちゃ落としたストップを入れてください。落としたストップ、超引きつけストップ、こんな感じです。おお、こんな感じです。おお、はい、あのストップで一番効くのはバウンドしてすぐとバウンドして落ちたと、この2つの使い分けがあの一番効きます。相手が嫌なんです、うん、中途半端な距離が一番こうやってポン出ます、台から出ちゃいます、うん、ですけど、はい、まあ、はい、逆疲れないといいですね、こういう感じですね、うん、はい、こういう感じになるので、その逆疲れても形勢逆転できる、自分の時間も作れる、うん、すごくおすすめなので、はい、ちょっとやってみてください。遅らせる、はい、ちょっとあのバックがで待ってもらって、はい、フォア前にやるんで、はい、そうね、遅らせ、もうちょい遅らせてもらう、はい、そうですね、そう、おお、そう、あ、まあこんぐらいだったら、はい、そうですね、なので逆疲れた時はもうストップできないっていう諦めじゃなくてですね、はい、逆疲れた時はこそめっちゃ引きつけて、うんうん、今の同じような角度でちょっと巻きながら45度の角度でちょっとストップしてもらうとピタピタっとこう、うんうん、でしかも自分も時間作れるんですよ、うんうん、急いでやると次硬い性崩れないのに、ね、なんとか入ったとしてももうひどい展開になっちゃうもうダメなんですけど、はい、今のだったらこう落としてこう、うんうん、落ちたところまでこうストップ待てば、はい、無理してこう切らなくてもいいんで、うん、切らなくてそのままポンって今の45度で、はい、ちょっと巻く角度でやるだけで相手ってこうチャンスと思ってる方なんで、うんうん、もう一度やってもらっていいですか、はい、多分じゃあこっちに考えたら、ね、絶対あ相手遅れてる有利おーみたいな、はい感じますね、うん、相手はフォア前を受けたらしゃ窓マジかいみたいなっていう相手の意表もつけて打てなかったりするので、うんうん、せっかくサーブで有利になったのに、うんうん、逆にやられちゃうみたいな、こっちがやられちゃうっていいストップなんですよね、うん、はい、ナイスです、はい、はい、なんかそのメリハリをチケット、はい、超速いか超遅いか、うんうんうん、そのタイミングのストップでめっちゃ変わるんですよね、はい、ストップは、はい、ということで、まあ、ストップレシーブってすごく大事なので、まあ、ストップがうまくいくかいかないかね、試合でもその勝ち負けが決まると言っていいものなので、はいはい、まあ、この今のフォアストップとバックストップの体の入れ方、角度、感覚なんか、まあ、無理して切らなくていいってことなんですよね、うんうん、無理して切る話してないですよね、うん、ガンって切りなさいとかそういうのしなくてもそういう面の作り方、魔法の面の作り方をやれば切れてしまうという感じで、みんな多分トップ選手もこういうふうに勝手に切れる系のストップなんですよね、うん、自分からこうやって甘くやってるかストップの人ってあんまりいないです、うんうん、だからスッとやって切れてるんで、うんうん、なのでそういうスッとやる感じのストップが今日のやり方、はい、ひっそり切るんですね、うんうん、今度足出して足出してそう、まだ切れてる、うん、いいですね、おい、おお。なんか絶対あ相手遅れてる有利おーみたいな感じです、なんか絶対あ相手遅れてる有利おーみたいな感じです、そうそう、めっちゃ止まれるんですよね、確かに止めやすいですね、めっちゃ今までで食べて、もう戻ってきた
最後まで動画を見ていただきありがとうございます。日本中講習会で回って卓球の楽しさを伝える普及活動、初中級者が短期で勝てる内容を日々研究し役立つものをお伝えさせてもらっています。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。